さあ、行ったかなと思います。ということでね、前から予告してましたサビキの餌トーナメントなるものをね、今やってみようと思います。で、水面を見ると今日はね、なかなか魚がいっぱいいる感じ。ね、いつもはスズメダイばっかりの場所なんですけど、今日はね、なんとカワハギ、ウマヅラ、アオリイカ、アジ、イワシ、そんなものがね、今水面から見て取れます。まあ今の水の中こんな感じ、お魚がねちらほらっと見える感じですが、これを餌が入るとどうなるかというのをね今から見てみようと思います。で、あのコミュニティの方、YouTube のチャンネルのコミュニティの方に今アンケ作ります。一回壊れたので作り直しになりますが、どっちの餌が良かったかというのをね、コメントしてもらおうかなと思っていますので、そちらも投票よろしくお願いします。はい、で予想ではね、ハイパワーじゃないわ、アミキチちゃんじゃない、アミヒメのノーマルとアミヒメキララがね決勝同時進出するんじゃないかなという予想が立っています。どうなることでしょうかということでね、始めていこうと思います。で第一試合、はい、コミュニティにねアンケート出しましたので、よろしければね勝敗決めるのに参加してください。では行きます。まずアミヒメ、どう行く、あ、行った行った行った、はい、アミヒメです。ちょっとねカメラに近づけてどんな感じか見ようか。これね、後半に来れば来る、お、旗いるね、まだ後半に行けば行くほど魚集まってくるんで、その影響があまりないようなねやり方しようと思います。で巻いてみます、パカ、こんな感じ。こういうカゴでアミヒメ、粘り気があるんでね、あんまり出ない感じはするんですが、こう振るとこんな感じで集まってきてパクパクと食べる状態になってます。こんな感じです。はい、でね、こんな状態になるんで、次同じようなことをサッと沖網でやろうと思います。でそれでね、寄り方の違いをまず見ていただいて、その後ね同時に投入します。同時に投入してどちらの方に寄るかみたいなのを、ね、見ながら判定してください。どちらが、私ならこっち買うよみたいな感じで判定してくださればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではサッと浮き網、これもね丸球です。再現、はい、こんな感じ。これね、あの粒が大きな浮き網が入ってます。で、なんかねばっとした感じなんだろう、片栗粉が入ってるような雰囲気の、はい、こんな感じ。煽るとさっきのね浮き網じゃないわ、網姫に比べるとふわんと感じでいっぱい出てくる状態です。オッケー、アジいるね。これが難しいのは、さっきハタ来たけど今回は来ない、でもアジが来た。さあ、どっちが多すぎでしょうかという感じです。ということで次ね、一回両方一緒に入れます。まずは左側がアミヒメで、右側がサットウキアミで、その後に場所の、違いがあるかもしれないんで、右左入れ替えてね、やってみようと思います。でその結果どちらが好きだったかをね判定してもらおうと思いますんでね、よろしくお願いします。さあ行きます。左がアミヒメ、右が、サットウキアミです。いった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 。さあどんな感じでしょう、どんな感じでしょう。では誘います。よいしょ、さあこれはどう見る、
これはどう、スズメダイが集まってきたな。察知したね。お、ハタ、あら、ハタ真ん中。俺どっちが好きかなみたいな感じでね、見てる感じですね。ん？アミ姫を見た。なんか右と左で夜魚の種類が違う感じがしますけど、気のせいでしょうか。まあその辺はね、皆さんの判断で、どっちがいいか考えてください。でそろそろなくなった感があるので、左右入れ替えてもう一回投入します。これで OK。 では行きます。左側がサットウキアミ、右側がアミヒメになります。さあ、どうだ。うい、なんか結構違うね。どうだろう。私はあえて、はい、こんな感じでした。どうでしょうか。少しは違いが分かったかな。で、ね、口頭で結果ね、100対0、 100% 対 0% で、アミ姫だそうですということなので、アミ姫を第2回戦に進出しようと思います。分からんからパスした。勝敗つきそうにない。分からんやろこれ。今コメント見てみます。次はね、堤防サビキとサビキ三昧。これもう分からんよね。よし、では第2回戦いきます。頑張ります。まず単品でいきます。堤防サビキ、ゴーゴー。まあね、どう判断するかはみんなそれぞれ。お店行ってね、どっち買おうかなって言った時に、どっちでもいいやって結果にもなる感じです。はい、これが堤防さびき。なんだろう、皿型のパックに入っているマルキューのやつです。こんな感じ。誘うとアミメに比べてね、さーっと出ます。で、サットウキメも粒が細かいので、いっぱいいっぱいのしゃくりで出ます。おかげでね、結構こう集まってくる感じがわかるかな。はい。はい、こんな感じ。単品だとこういう動きになります。おげ？わかったような、わからんようなですが、まあ、続けて、サビキ三昧。いきます。ティンティ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 ーン。これもね、アミヒメタイプ、浜市のアミヒメタイプの餌です。で、以前ね、モモカってヒロキューか、あ、違うか、どこか出してたのがあったんですけど、あれ買おうかなと思ったけど、ちょっとね、行きつけのところで売ってなかったんで、今回はエントリー外になりました。おかしいな。さっきアジばっかじゃなかったでしたっけ。ん？スズメしかいないんですけど。お、ハタ来た、ハタ。ハタ来た。アジを狙うか、ハタを狙うか。ただし、ハタ狙いの時はスズメがいっぱい来る。みたいな感じなのかな。まあ、この辺の違いがわからないので、並べて入れます。並べて入れてね、一方にアジ、一方にスズメなんてことになったら、どっちがいいかな。まあ、狙い物次第で、餌選んでいただければいいかなということになったら面白いんです。さあ、左側が堤防アミエビ、右側がサビキ三昧。いきまーす。ヒロキュー対浜市対決です。Ooh.
どうこれ。これはどう。クエいなくなったね。どこ行った、クエ。さっきのアジは単に回遊してきたからいたのかな。あんまいないんだ今。ちなみにこっちの映像は私のモニターだとね、ちょっとちっちゃいんでね、よくわからんですが、皆さんの方はどう見えてるでしょうか。一緒じゃんみたいな感じの状況になってます。スズメ、スズメ三昧、これ一緒かな。これがね、世に言う寄せすぎっていう状態だと思われます。まあ一回引き上げます。また左右変えてね、もう一回入れますんで、しばらくお待ち。さあ左右入れ替えます。左がサビキ三昧、右側が堤防アミエビ。さあ行け、グーグー。さあさあどうだ、さあどうだ。違いが出るのか。順番にこうやるとね、こっち行ったりあっち行ったりする。もうアジ来たね、アジ。アジどっちに行く、どっちが好き。どっちが好きかな。どっちも嫌い。どっちも嫌い。どうでしょうか。今左側がサビキ三昧、右側が堤防サビキでした。さあ餌が空になったようなので引き上げます。どうでした。はい、保存します。結果はどっちだっけ。はい、サビキ三昧、サビキ三昧が 100% でした。サビキ三昧さんおめでとうございます。今度はなんだっけ、ハイパワーアミエビ、粉っぽい餌です。ハイパワーアミエビ、マルキューの粉っぽい餌です。で対するにまたパック型の餌ですけど、釣りベイ、釣りベイ、さっき聞いたらあまりないよみたいな。よし行くぜ。ではハイパワーアミエビ、よいドン、シュー。これね粉っぽいんで、もしかしたらすぐなくなるのかな。あ、なんかいる、でかいのが遠くにいる。誰。あ、鈴木か、鈴木だね。でかいの来た。あれ、から空になりました。あれ、満タンに入れたんだけどね、下まで落とすうちになくなりました。出なきゃダメ。もう一回いきます。そーっとそーっと、はい、これでも3分の1なくなったな。あー、もう一発勝負だねこれ。きっとサビ警察つけて落としていく瞬間になくなって、シャクルというよりはもうその場で勝負が決まるって感じかな。はい、なくなりました。その代わりにね、周りにアジとかいっぱいいるんで効果あんのかな。はい、ということで、ではね、釣りで行きます。釣りで、うわすげえ、こっち来ないかな。釣りで行きます。はい、釣り火。お、なんか下にいっぱいいたね。これはね、普通の粒状のオキアミなので、まあまあ、今まで通りの動きになると思います。近くに持ってきて、煽ると出てくる。ってな感じかな。なんか釣り餌、ん？サビキの針が落ち着いたところで、
しゃくって釣りますよみたいな使い方になります。これ使い方の用途次第だね。俺の釣りは瞬間で決まるぜみたいな方だったらさっきもこんなの方がいいかもしれないし、じっくり誘って楽しもうみたいな感じだったらこういうタイプの方がいいのかなっていう、自分の釣りスタイルの差みたいな感じになるのかなという気がします。はい、空になりました。じゃあこれね、一緒に入れるときどうするかな。ほんとそーっと入れなきゃいけないんですが、そーっと入れてみます。さあ、では同時投入します。あ、ゴミが飛んだ。同時投入します。左側が、ハイパワーミエビ、右側が釣りべ、釣りべハイパワー、そーっと入れるぞ、そーっと入れるぞ、ハイパワー釣りべ、ちょっと違う。はい、2つ揃いました。今回結構残ったね。よしよしよし、しゃくります。ほい、こんな感じ。ほい、やっぱ獣の出方すごいね、ハイパワーの方。ただ粒が残ってる分、釣りべの方は食べるのかな。ほい、あ、殻かな、殻だね。こっちはまだ残ってる。はい、こんな感じでした。よし、では行きます。左右入れ替え線、左が釣りべ、右がハイパワーアミエビになります。で、さあどうだ、しゃくりますよ。これ結構さあ出たねよ。これは見せてはいけない映像になった感が少しあります。あ、ウミタナゴいるね。さっきウミタナゴいないよって言ったのがね、いることが確認できました。申し訳ない、ちゃんといました。はい、アミエビの方はアイパーアミエビの方が空になったようなので終了かな。はい、どうでしたでしょうか。3試合目、ハイパーアミエビ対釣りべです。結果はこちら、ハイパーアミエビ 25%、釣りべ 75%、8票でした。ありがとうございました。釣りべの勝利ということで、次はラスト、サビキ君。これも粉タイプ、サビキ君。で、もう一つがアミヒメのキララ、ピンク色がね、かわいいアミヒメキララです。よいしょと。ではまず単品でいきます。サビキ君 1kg からいこうと思います。よっ、そらいけ、ゴーゴー。これもね、この餌なんでちょっとゆっくり入れます。ほら来た。さあみんな餌だよ。ってやっといで。もう来るね。来るね、来るね、来るね。今ちょうどアジが回遊してきてる感じ。あれ、今目の錯覚かな。下の方にでかい魚がいたような気がしたんだけど。気のせいか。気のせいだね。イシダイ、三番層が何匹か連なってるとでかい魚に見えてしまう。睡眠状態の錯覚でした。はい、ということで単品こんな感じ。あ、近づけるの忘れたけど、まあ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 こんな感じです。はい、サビキ君でした。で、アミヒメキララ投入します。はい、お、グレいるね、グレ。ではしゃくります。ほい、こんな感じ。さっきのアジのいるね。よかったよかったよかった。さっきアジがいっぱいいたのに、今回スズメばっかりだったらちょっと印象が悪い。キララ君です、キララ君。こんな感じ、近づけるとこんな感じ。
内もね、あのダイビングしてると結構綺麗で可愛いみたいな感じですけど、釣り人にはね、お前らかみたいな感じの扱いになります。見てるだけでは可愛いのでね、ぜひめでてあげてください。はい、こんな感じでいかがでしょうか。単品チェックでした。よし、そんなこんなで、直接対決いきます。左側が、サビキ君、右側がアミヒム。ちょっとゆっくりめに落とします。さあどうでしょうか。しゃくりますよっ。やっぱ勝負が早いのはサビキ君かね。お、グレ来た。グレ、グレさんどっち好き。で、結果的にはさ、あのサビキの針がついて釣れたかどうか勝負なんで、餌だけで見ても分かんねえよっていうツッコミはあるとは思います。まあそういうことを踏まえてね、どっちの餌がいい悪いじゃなくてね、もうこっちの方が面白かったなんで投票していただければいいかなと思います。はい、こうなると、サビキ君の方どこも空ですから。で、アミヒメキララの方に餌が寄ってるという感じになってます。さあどうだったでしょうか。ん、あ、まだだ。で、左右入れ替えなきゃダメだね。最終戦左右入れ替えます。よいしょと。はい、では右側、じゃあ左側が、アミヒメキララ、右側がサビキ君になります。ゴーゴー。こんな感じ。やっぱサビキ君落ちていく時のもう弾幕、煙幕撒き散らかしながら行くね。これは本当なんかすごい泣いてる時とかってサビキ君いいのかもしれないね。で、潮が速いところには苦手な気がします。なんか全然全然仕掛けの周りに餌残んねえなって感じになるかもしれないんで、この辺でね、使い方を変えていただければいいかなと思います。さあ、はい、サビキ君餌からになったんで、見た目的にはアミヒメの方にいっぱい寄ってくる感じになってます。アオリイカ見えないね。もうちょっと寄ってこないかな。はい、こんな感じで、どうだったでしょうか。引き上げます。皆様はどちらがお好きでしたかということで引き上げます。 ではどうでしょう。たたた 100% 票数が増えました。ありがとうございます。票数が増えたけど、もうダントツ波姫キララの勝利、 100% です。 100% ということになりました。ありがとうございます。ということで、次がトーナメント的には、第1の勝者アミヒメ対第2の勝者サビキ三昧になります。よし、行くぜ。じゃあアミヒメが左、サビキ三昧が右、直接対決いきますが、待てー絡んだ。はい、場外乱闘、場外乱闘が始まりました。場外乱闘が始まりました。はい、ということで左側がアミヒメ、右側が、サビキ三昧、いきます。直接対決いきます。あ、見えない。よし、ちょっとパソコンが動いたおかげで見づらくなった。はい、こんな感じです。さあ、左がアミヒメ、右がサビキ三昧、しゃくりますよっ。さあどう、あの多分ね、右側の方がふわーんと広がった感じ。アミヒメ、サビキ三昧、アミヒメ、切れた切れた。サビキ三昧、はい、終了。はい、なんとなんと網が落ちた。ハプニングです、ハプニング。網目が落ちた、網目が落ちました。多分で、ね、フックのかけ方が甘かったんですよ。落ちました。さあ、では左側を
よいしょ、サビキ三昧、右側を網紐でやっていきます。アオリ来ないかな。よいしょ、あんなにいるのにな。では行きます。しょ、サビキザンマイ、右が網ひも。さあいかがでしょうか。下にあるカゴが気になるんですが、まあ、あれにねそんなに寄ってきてないんで影響はないと思いましょう。ただこれからね左側が有利になるのかもしれない。まあその有利不利もね踏まえて見てください。さあどう、まあいい勝負かこれは。でね、これサビキ三昧も多分からです。で網姫はまだ残ってる感じ、粘りがね若干違うかなという気がします。さあいろいろありましたがどうでしたでしょうか。てててーん、はい、網姫 61%、 サビキ三昧 38.5%。 急いで戻ってきた。終了しました。ということで網姫勝利ということでね、進めていこうと思います。ありがとうございました。よっと、では単品なしでいきます。左側が、釣り兵衛、右側が網姫キララ。キララちゃんは名前的にファンは多そうなんですがどうでしょうか。いきます。左から入っちゃった、右から入っちゃったか。はい、2つとも入りました。ではしゃくります。ほいさあどうだ、さあどうだ、さあどうだ、どうだ、ほい、微妙な感じ。ほい、これどうなんだろうね。馬面くんどっちがいい。僕上に行くよどちらにも行かずに上を向いてる馬面くんでした。ラジがね結構回ってきてるんで豆アジ釣り、今日アジサビキ釣りに行こうかなって方、ここおすすめです。結構いますよ。よろしければ、いい天気です。紫外線予防して釣りに来てください。そんな感じでね1回目こんな感じです。で左右入れ替えて2回目いきます。ティッティッティーン、ではいきます。左側が闇姫キララ、右側が、釣り兵衛になります。ちなみにこれ釣り兵衛なのかな、釣り兵衛なのかな釣り兵衛って言ってたけど釣り兵衛かもしれないね。釣り兵衛よろしく。お、なんか今動かさなくてじっとしてるんですけど、馬面が釣り兵衛ラブ感いただいてます。ん、あ、こっちにも来た。カワハギがキララに来た。しゃくりますよ。さあどう、さあどう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 、いいね、アジいっぱい泳いでるね。それ見てるだけでねワクワクします。サビキ針つけようよっていうツッコミがありそうですけどね。今度ね、あのサビキ釣り、じゃあサビキ針対決みたいのしても面白いかなという気もしています。釣り具屋さん行ったらね、あの秋田風、新潟風みたいなのが売ってたんで、おどう違うんだろうって試してみたくもなりました。ただその場合はね、釣れた魚を取る時間がかなりかかるんで、こんなにさささとできなくなるんでね、助手が必要なのかなと思います。実現しそうだったらまたやろうと思います。はい、こんな感じでどうだったでしょうか。左側が、網姫キララ、右側が釣り兵衛になります。さあ結果どうだったでしょうか。投票お願いします。さあどうだ、おー接戦でしたが、釣り兵衛 58.3%、 網姫キララ残念 41.7% になりました。
ということで、マルキュー対ハマイチ対決になります。左側が網姫、右側が釣り兵衛。いきます。お、なんか吹っ飛んだなんかカラカランって言って吹っ飛んでった。竿のお尻吹っ飛んでいきました。あれ、どこ行った網姫、どこ行った網姫、え、網姫どこ行ったおいおい網姫、網姫どこ行った、あ、来た来た来た、あれ、なんで流された今え、こんな感じ、よいしょ、なんだろう、網姫でかい魚が加えて連れてったのかな。さあどうだ、決勝戦にふさわしくアジ三昧になってます。このアジを狙って、あ、フグ来た、あ、このフグが持ってたのかもしれないね、俺あっち持ってくる、でかいフグです。おー、風が吹いてきた、でかいフグ、あ、頭ぶつかったフグの頭にサビキの顔がぶつかりました。さあこんな感じで空になったと思います。どうでしょうか、おー、結構でかいイカいる、あれ釣りたいな。では網姫は右に移動、よいしょ、釣り兵は左に移動と、よっ、では最終試合いきます。投入、当たりがある、当たりがあるぞ釣り兵に当たりがあるさあどうだ、アジ結構来たね、いい時間になってきた。これサビキ針つけたらすごいことになるだろうな。ああ、残り53秒、はい、こんな感じでね、餌もなくなりましたので、ちょうど録画的には終わりかなと思います。なんとぴったり終了になりました。あ、グレもいっぱい来た、あ、じゃあスズメだったか、はい、そういうことでね、どうだったでしょうか、最後バタバタな感じでした、皆様の心に残る餌はどちらだったでしょうか。あ、空っぽになってるね、あの、アンケートよろしいでしょうか、投票忘れありませんか、また6人かなはい、では見てみます。タタ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 、あ、割れた割れた、予想外の結果、これは、はい、アミヒメ 29%、 ツリベが 71%、 投票数7票、ありがとうございます。ということで、優勝は釣り兵衛。釣り兵衛なのか釣り兵衛なのかわかりませんが、釣り兵衛決まりました。浜市さん、ありがとうございます。はい、そんな感じで、サビキの餌対決、優勝は釣り兵衛ということで、終了したいと思います。1時間ほどのお付き合い、ありがとうございました。この後ニコノに来てくださればね、またのんびり水中映像を見ながら、ボヨミちゃん入りますけどね、そこで遊んでみようと思います。ということで、どうもありがとうございました。 YouTube の方はね、これで、配信終わろうと思います。ありがとうございました。バイバーイ。